よいしょ。あ、始まった。ここが中華街。うわ、明らかにヤバそうだよ。ヤバそうな人しかいないもん。ヤバいヤバいヤバい。ああ、こりゃ想像していたのとは随分と違うな。横浜っていや、もっと華やかなさ、中華街みてえな。おい、一番。バカ。何？なんだよ、いきなり。高校じゃ口が裂けても中華街の話はすんじゃねえ。お前の言う通り、中華街は駅の向こうにある観光地だ。でも昔そこからあぶれて追い出されたのが今この辺にいる連中なんだよ。あ、そうなんだ。中華街で島争いがあったってことか。ヤクザかよ。おまあ似たようなもんかな。戦後ここらの中国人らが食うや食わずでいるとき、すぐそばで中華街だけはきらびやかに繁盛していたわけだ。ははははそんな同胞の姿を見せられたら強引にでも分け前にありつきたくもなる。だが受け入れられはしなかった。その時のことでも今でもハンピン・リューマンは恨み骨髄。そうだったのか。ここにいる彼らは中華街を追われた一派の子孫だ。で、恨んでんだ。島争いに敗れたと言って今更帰る国もなければ行くあてもない。下手に刺激すりゃハンピン・リューマンだけじゃねえ、普通の住民だってブチ切れてくるぞ。怖すぎるよ。おう、わかった。中華街の話はしねえように注意して聞き込みをするよ。おい、大丈夫かな。いいか、ここはハンピン・リューマンのホームだ。俺たちがマブチをとっ捕まえようとしていることは悟られるな。警戒されねえように最初は世間話から始めるんだ。会話の流れで自然とマブチの居場所を聞き出す。いいな。わかった。オッケー。お、なんか足立さんかっこいい。刑事って感じだね。どうやって聞き込むの？あ、いろいろこの矢印のとこに聞き込めばいいんだ。あ、そういえばさ、前ここで武器売ってくれなかったんだよな。あ、ダメだ。また売ってくれないわ。ここか？あ、こういう感じね。いやー、この街って絵になりますね。絵に？ほら、建物も古くて趣があるっつうか。ここで写真撮ったら面白いのが撮れそうだなーと思ってね。悪いことは言わないからやめときな。反転小道でカメラなんて持ってうろついたひにゃ。そうだね、うろついたひにゃ。もしかして怖い人でも現れるの？それってやっぱりハンピン・リューマン？あ、待って。ちょっと今のストレートすぎるんじゃない？ごめんね、さっちゃん、ぶつかったな。もうちょい、あ、このヤンキー、あ、なんか子供？いや、僕よ。こんばんは。こんばんは。君はアンマンと肉まん、どっちが好きだ？肉まん。じゃあ、肉まんと中華まんなら中華まん。肉まんと中華まんって何が違うの？そうかそうか。じゃあ、中華まんとリューマンなら、リューマン。聞いたことあるよね、ハンピン・リューマン。まあまあ、変なおじさんいる。ダメじゃん、下手くそじゃん。全然話進んでないよ。一番下手くそだよ。なんか落ちてる。なんだこれ、何これ。釘拾ったんだけど。よ、こんばんは。お兄さん、いいがたいしてますね。あはは、だろう。俺は毎日鍛えてんだよ。仕事柄舐められちゃいけないからな。舐められちゃいけねえ仕事っつうと、やっぱ裏稼業か。あ、そうだ。反転小道で裏稼業ってことは、つまりあんたはハンピン。舞台の大道具だ。あ、そういうことか。
なるほどね。裏方は舐められがちだからな。どんな重たいものでも持てるように鍛えてんだ。なるほど。なんだ。てっきりハンピンリューマンかと。今なんつった？この町はハンピンリューマンの島なんでしょ？ところで、その幹部のまぶちさんって、帰れ！あ、ちょっとハンピンリューマンっていう名前出しちゃダメでしょ。何にも進まなかったじゃん。今のは一番が悪いと思うわ。くそ、まぶちは愚か。ハンピンリューマンのこととなると何にも喋っちゃくれねえな。それだけここの住民は、これリューマンって読むのかな？リューマンへの忠誠が強いってことね。こりゃ、とてもまぶちにたどり着ける気がしねえよ。諦めんなよ！聞き込みが足りねえんだ。おお。でもあの調子の聞き込みはどうなの？確かに結果は出ちゃいないが、聞き込みの効果は出てるみたいだ。何？うわ。やばいの来てるじゃん。やばそう。やばいよ。ハンピンリューマンか？あ、間違いないだろ。なあ。なるべく遠くに離れておけ。なんで？なんでって、女に危ねえだろ。ナンパさん！ナンパさん急にどうしたの？ちょっと、女だからって舐めないでよ。そうだよ、さっきまでハンドバッグ振り回して戦ってたじゃない。いちいち噛みつくんじゃねえっつーの。ナンパさんって絶対優しいよね。リューマンのことを嗅ぎ回ってるって日本人ってのはお前らかな。何のことだ？俺たちはここに飯を食いに来ただけだ。ふざけるな。何を企んでるんだ。いや、何かの勘違いだろう。俺たちには何のことだか。そうですよ。どこか美味しいお店を探してるだけで。ね？で。お、どうした？さっちゃんどうした？なんかひらめいた感じじゃない？じゃあ、続けてお店探そうか。な？で。やばい。おい。おい、さっさと行こうぜ。小芝居はやめだ。こいつらもうただじゃ済まさねえって顔だからな。おい、俺たちを嗅ぎ回る理由は何だ？正直に吐け。ああ、俺たちは正直者だから教えてやる。俺らが働いていたソープランドの店長が殺されてな。その殺しにあんたらの幹部のまぶちが関わってるみてえなんだ。まぶちの居所を教えてくれ。うわ、ダイレクト。だろ、聞き込みの手間も省けて手っ取り早いもんな。ちょっとかわいそうだな、ナンバさん。そういうことか。おい、わ、めっちゃいるじゃん。こっちまでも今4人いるんでね。だがこの反応を見る限り確実にバブチは黒だ。立派な情報が手に入ったな。うん、やったね。やったねって、のんきなこと言ってる場合かよ。ちょっと、さっちゃん強っ。うるさいわね。私はとっくに腹くくってんのよ。あんたも男でしょ。一番強そう。おい、なんだこれ。売庫園の次男坊に連絡してカワハギの準備させとけ。何？なんて読むんだろう。汚い皮剥いたらまんじゅうに食わせろ。え、まんじゅう？どういうこと？これまんじゅうじゃないのかな。おお、人肉まんじゅうかよ。怖いね。合ってるかな。生きたまま剥ぐのがリューマン式だ。安心しろ。すぐに正気を失って痛みを忘れる。あ、言ってることやばいよ。上等だ。かかってこい。うわー、強いのかな、ハンピンリューマン。さーてと、どうしよっか。味方一体の攻撃力、ハッスルスマイルでもしとく？そっか、ちょっと足立さんにハッスルスマイル。足立さん！これでじゃあ、ネクキやられ。ほい。強いよ！え、一番強いじゃん！何それ？逃げるなら今のうちだぞ。どうしようかな。あ、こいつやっとこう、もう。あー、でも倒しきれないんだ。お、あ、やばい。さっちゃん、あー、出血した。
強かったな。強かったな。強かった。お、キャラ専用極み技。またいい女になっちゃった。いやー、さすがに強かったな。時間かかったな、若干。おい、さあ、吐け。マブチのアジトはどこだ、言え。殺すなら殺せよ。何？俺たちリューマンに脅されて口を割るようなやわな人間はいねえ。そうか、たとえ殺されようがな。ふざけやがって。おい、やめとけ。容赦ないな。くそ、結局誰も口を割らなかったか。とんでもねえ結束力だな。組織への忠誠心は薬剤以上だ。ああ、どん底の境遇の者同士の結束力ってのは半端じゃねえ。ねえ、感心してる場合？どうやってマブチを探すのよ。表にもなかなか顔を出さず、捕まえても口を割らずだとな。うん、ああ、どっかに金に汚くてすぐ裏切るような気合の入ってないリューマンがいりゃいいんだがな。どこにいんだ。え、思い当たる人いるっけ、そんなヤバい人。え、お、いた。え、いたっけ、マジで。金に汚くて気合の入ってないリューマンが一人いるぜ。あー、ホームレスの時にカツアゲに来たやつか。あ、なんて読むんだっけ。そっか、あいつもリューマンだ。誰だそれ、知り合いか。俺らがホームレスしてた時、組織に内緒でみかじめ取ってたクソ野郎だ。あいつのセコさは天下一品だ。やつなら金でもな、金でなびくかも。で、どこにいるの。ちょっと難しいんだな、名前が。なんて読むんだっけ。まあそれが分かったら話は早いんだが。え、あのホームレスんとこいた、いた。お、いた、あのスキンヘッド、間違いねえ、いたわ。タイミング良すぎる。行こっか。でも会員制なん、中国パブみたいなこと書いた。こんな簡単に見つけちまうなんて、やっぱ俺持ってんな。単なる偶然でしょ。ったく、いちいち文句ばっか。ここなんなの。ちょっとここのペア好きだな。くっついてほしい。なあ、見た目は気合が入ってるように見えたけどな。ちょっと名前の意味は忘れちゃったわ。男は見た目じゃないわよ。私の読みじゃ少なくともあっちは小さいタイプね。お前、後ろ姿でそこまでわかんのかよ。まあね、どうしたの、慌てちゃってさ。おい、そんなことよりさっさとヤツに話を聞きに行こうぜ。ちょっと難波さんとさっちゃんのペアめっちゃいいな。ごめんなさい、5人目のメンバーみたいになってる、このお姉さんが。どうも。よし、じゃあお店に入ってみましょうかね。中華パブ、リンリン、リンリン。入れるか、4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。うわ、本当だ、会員制って書いてあるじゃん。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。大丈夫だよ、中に顔見知りいるから。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。紹介してくれるはず。ダメなのかな、会員制。どう見たってそんな高級には見えないんだけどな。失礼だな。いや、見えないけど。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。そんなうまくいかないだろ。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。え、なんでわかんの。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か、あ、なんか察してるってこと。足立さん見ただけで警察っぽいって分かったの。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。
そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って殺でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。そんな。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。あ、そうか。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。なるほどね。そしてこの人たちをお店に紹介する。そういうことがこれからできるようになるのか。はぁ、ね、そっかそっかそっか、すごい。あ、ほんとだ、募集してるじゃん。当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私、生まれは日本だけど両親は中国なの。本当に？だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるんですよね。そんな偶然あんの？すごい。本当ですか？いや本当ですかってなるよね。何よ、あんたただのボーイでしょ。え、とっさについた嘘なのかな。いえ、そういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつける。すごいな。ついでにさっちゃん強。私のアイデンティティまで疑った挙句、門前払いにしたってクレームさせてもらうし。ま、待ってください。強いな。わかりました。よかったね、さっちゃんパーティーに。店長に話してみます。おじさん3人じゃ何にもできなかったじゃん。退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる。早く案内して。強っ。マジで大丈夫なのか。敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。かっけーなー。大丈夫だから。いい女だわ。わかった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。しびれる。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。何年って言ってもでも、え、さっちゃん何歳だ。若いよね。あんなんでうまくいくか。あいつを、さっちゃんを信じよう。いや大丈夫だよ、さっちゃんならなんか何でもできる気がするわ。ちょっとおじさんたちどうするんですか。そんじゃ春日の言葉を信じて連絡を待つか。あー、さっちゃんが仲間から離脱しました。これ嫌なんだよな、この離脱しましたっていう言葉。悲しいよね。これなんだっけな、てぇだっけな。と勝ち合うことになるかもしれねえし、今のうちにしっかり準備しとこうぜ。あ、うわー準備タイムかー。マジかー、準備タイムなのね。そっかー。ああ、そういや風俗街の方に凄腕の技師がいる工場があるって聞いたぜ。ちょっとだいぶ今飛ばしちゃったセリフ。そこに頼めばバットとかもいい感じにグレードアップしてくれるんじゃねえか。え、バットってグレードアップ可能なの？へえ、新しいのに買い替えるよりは安上がりかもしれねえな。おう、よっしゃ、じゃあ連絡待ちの間にその工場とやらに行ってみようぜ。へえ、そうなんだ。でもさ、お金があればさ多少何かできるってことはさ、このバイトクエストちょっとやりたいよな。これでだってお金もらえるんだもんね。だって難波さんとか足立さんとかの武器も買いたいし、なんかやってみようか。